リネスクスカは、約2億6580万、約2億4970万年前の、ゴンドワナ大陸に生息していた原始的両生類の、一群。名は、興奮しい目に分類される。化石は、南アフリカ共和国を中心に、南アメリカからも発見されている。進化上より原始的なエリオプス浄化と、カピトサウルス浄化のような進化した三条機の、全、 シール糸の中間に位置していると思われる、過渡期的形質を示す。リネスクス族、もしくはラッコケファルス族の出現に始まる本家には、巨大な、ウラノケントロドン族がある。そして、ブローミステガ族の絶滅をもって終わったとされている。以上の四族で構成されるトガであるが、他の二族を加え、六族とする遺説もある。石炊は、糸巻状の簡略化した前 C 型で、 このタイプの脊椎を持つ最も古いグループである。死体は頑丈だが、死士は国家程度が低く、それほど強くない。すなわち、陸上を歩行するにはあまり適さず、反水性、もしくは完全な水性であったと考えられる。頭部は扁平で、丸みを帯びた三角形。眼下は小さく、頭蓋骨の後部にあり、髪型に向いていた。ありがとうございます。